はい、皆さんこんにちは。神候補のキングダムです。本日紹介したい枕情報はこちら。はい、昨日急にですね、マクロス超時空フェスティバル、マクフェスですね、1年くらいにわたってやってきたマクフェスのツイッターが急に更新されました。はい、まあ、映像を見てみましょう。ということで、こんな感じの動画が上がってきて、いきなりこの黒い羽ですね。で、まあシルエットが出てくるんですけど、まあ闇キューレメンバーかと思いきや、なんと7人の、シルエットが出てきて、カミングスーンという、映像が流れましたと。ということで、多分近日中にマクフェス、ファイナルか言ってたんですけど、じゃあアンコールか、だったんですけど、新しいマクフェス、闇キューレと、シルエット的にシェリル・ランカの闇バージョンみたいなんが来るんじゃないでしょうか。はい、本日が、マクトマの回だったかちょっと忘れたんですけど、マクトマの回に、もしかしたら、新しい情報が来るかもしれません。はい、今年中には来ると思いますね。9月とか10月とかなんじゃないでしょうか。はい、で、東京でやってきたので、池袋新宿で来たんで、別の会場に、なるんじゃないでしょうかね。はい、という感じで、マクフェスのまだちゃんとした情報は出てないんですけど、新しいマクフェスが多分開催されるといった情報でした。はい、またちゃんと出次第、発表したいと思いますので、よければそちらの動画もご覧になってください。という感じで、今回は以上とさせていただきます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の暴露情報のでお会いいたしましょう。